初めの一歩を応援する音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。店番をしているとですね、ギターを持ってこられまして、これと同じ弦を張ってくださいというふうにおっしゃるお客さんが結構いらっしゃいます。実はね、それ困るんですよね。何が困るか、今から説明させてもらいます。はい、ギターの弦なんですけども、エレキギター、アコースティックギター、いろいろあるんですけども、これと同じ弦って言われると、もう触っても全然わかんないですね、正直。特に、1弦目、一番細い弦は、これ、0.009 インチ、もしくは 0.010 インチ、このあたりがまあ一番多いんですけども、この、インチ、わかりますかね？カンペ用意したんですけども、0.009 インチっていうのはですね、だいたい 0.23 ミリ、0.010 インチっていうのは 0.255 ミリです。この差はですね、0.025 ミリ。まあ、とにかくね、もう触っただけで全然わかんないんですよね。ですので、正直触ってもわからないんですけども、楽器に対する影響っていうのはやっぱこの 0.001 インチでもありますので、このギターと同じ弦を張ってくださいっていうのは、持ってこられても触ってもわからないっていうのが正直なところです。ですので、弦を張り替えられた場合はですね、とりあえず1弦だけでもいいので、この弦の袋を一緒に置いといていただくのが一番いいかなと思います。アコースティックギターの場合、違う弦を張っても楽器にはそんなに大きな影響はないんですけれども、エレキギターの場合、楽器の種類によっては弦を変えると、楽器に影響があることがあります。ですので、できれば、ギターの弦を変えた時にはギターの弦の袋も一緒に置いといていただいた方が、いいかなと思います。これはちょっとした生活の知恵みたいなもんですので、ケースの邪魔にならないところにポンと放り込んでおいてください。以上、今日はギターの弦の話をさせていただきました。ちょっとだけご注意くださいね。平瀬楽器の動画チャンネルでは、音楽教室の情報、楽器のお手入れ、豆知識、セール情報、地域の情報などなど、情報満載で、いろんな動画を作ってお送りしております。本日の動画ちょっと面白いなと思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。